高橋さんの後を受けてっていう感じになると思うんですけども、はい、そういう意味ではどうですか。でやっぱり上手い選手だったんで、その代わりってならないように自分の良さを出しつつ、やっぱ日常のつなぎのバレーをしっかりできるようにしていきたいと思います。自分の良さっていうのはどんな感じですか。まあ、技術ってよりかはやっぱり気持ちの面で、他の選手のサポートだったりとか、まあ、自分自身鼓舞する声とか、チームを盛り上げる声を出すのが得意なので、その1点に対してチームがこううわーってなるような声掛けとかをもうちょっと自分なりにしていけたらいいかなと思います。プレー面ではこういう風にチームを助けたいっていうのは何かありますか。1個前の高橋選手だとやっぱりピンポイントでレシーブを上げたりとか、会場が沸きめくようなレシーブするんですけど、そうじゃなくてこう縁の下の力持ちみたいな、目立たないけどボールが落ちないみたいな感じでこうしていきたらいいなって思ってます。じゃあもう意気込みとしてはもう全部拾っちゃうみたいな感じ。はい。でそのために今練習でなんか一番気をつけていることはどんなことですか。やっぱりどこに来てもブロックがない状態のスパイクでも諦めずに最後まで行くって。あとそのやっぱりね、拾うにあたってはその前の人とかの連携とかもあると思うんですけど、その連携の取り方はやっぱ試合に出てなかった分、まだこれから勉強っていうところもあると思うんですけど、その辺はどうですか。しっかりコミュニケーションを取って、前後の関係だったり左右の関係をしっかりしていきたいです。じゃあ最後にリーグ戦の意気込みをバシッと叶え、日常らしくしっかりとボールをつないで頑張っていきますので、応援よろしくお願いいたします。